なんかこれ2軒目2軒目っす。2軒目、はい、仕事のできんやつは人生もできない、成功しない、はい、学校の勉強は暗記力、社会は応用力。ひょっこりしとるめちゃめちゃめちゃ可愛いよなんかこれ2軒目2軒目っす。2軒目、はい、千葉県見学会、これが本物だ。わ、めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいよ。めちゃめちゃかわいいんですよ。お、マジ？え？会社で買おうぜ。めちゃめちゃかわいいっすよ。すげえ人懐っこいですもん。買おうかな。買うけど旅行の時とかどうするんだろうな。お前その時預かるよ。はい。お前だって犬飼ってんだろ。僕飼ってます。どうしたの？家ずっと待っとる。1日以上空ける時はペットホテルです。1日は我慢してもらいます。あ、本当？はい。こんばんは、はい、YouTube やってるんですけど、うん、映していいですか？どうしたの？いや、柴犬販売やってるみたいな感じで、せっかくだからちょっと声かけようかな。ああ、ほんと1匹しかないんですか？あと2匹、3匹の中の1匹はもう売れとんだわ。何色ですか？黒。あ、じゃあ黒と茶色が残っとる。僕欲しいっすね。うん、A 方が残っとんね。マジっすか？うん、これ YouTube になっていいんですか？いいよ。そう、買われたお客様に失礼じゃないですか？やっぱりね、はい、好み、個人の意思、意見を尊重する顔強い、めちゃめちゃ。おいくつですか？もう年明けたら76。もう元気そうな顔しとる。いやいや、口だけ金運ありそうだもん、この家。いやいや、ここはね、はい、四国の青石をメインに引っ張ってきた。柴犬もそうなの。弟が四国の徳島でブリーダーやって、はい、全国区でやった。はい、ほんで本にも載っとるん。ほんでそこから、犬が一匹出たもんで、はい、その犬に俺が惚れ込んだ。はあ、特定の一匹ですか？そう、すんごいいい顔してるみたいな。特別だわ、内閣総理大臣賞を取ったんだもん、うん、それの子供の子供やであ、この子たちはみんな、うん、馬で言うとディープインパクトの子供。いいですか、2匹いただいて。いいよ。僕あんまり家に帰ってこんのですよ、一人もんなんですよ。あら、いくつ？でも会社で45ですけど。あ、ええ子がおるわ。女の子？女の子女の子は紹介してくれるんですか？僕、いや、性格めちゃくちゃ悪いっすよ。いや、ええ子がおる。マジっすか？うん。おいくつの方なんですか？確か41ぐらいだと思う。初婚あり？一度もない。結婚してない、してない。僕、バツイチと結婚するって人生決めてるんですけど男の悪いところみんな知ってて、うんうん、俺は飲み屋だから男の悪いところ全部持ってますんで生と書いて佐賀と呼んでますね。ああ、そうか。あ、いや、僕は本当にもう、まあまあ仕事も好きで、うん、まあ、うん、絵に描いたみたいな男なんで。男はね、仕事で選ぶんだよ。顔じゃない。あ、なるほど。スタイルじゃない、はい、仕事のできんやつは人生もできない、成功しない。はい、いいこと言ってくれます、うん、だから女の子には必ず仕事のできるやつ選べよって。ああ、なるほど。いくら下半身ができても下半身はしっかりしておりますので大丈夫です。45でもまだまだ現役バリバリです。いやいや、やっぱり仕事好き人間でないといけないな。あ、まあ、そうですね。俺なんかでもそうよ、家族とか嫁とかみんなでハワイに行こうって、はい、ほんで俺が金出してやる、はい、ほんで3日前に大きな仕事の話が飛び込んだ、はい、俺ハワイやめっちゅ、みんな金あるから自分たちで行ってこいっちゅ。ああ、今の女性はでもそれ怒るじゃないですか。怒るけども俺は仕事取る。俺はもうどんなことがあっても仕事だけは粗末にしない。だから今こういう70、大方76だけども、はい、現役は続けられる。で、あれですね、シャツ1枚で外を歩ける。そうだよ、金ないもん元気いや、すごい、もうこれだから、もうさ、ちょっと後ろ映して。もう本当にこれで、みんなこっちへ出してあるもんだから、うこの辺映してもらったら困るんだわ。だからもう、ええとこだけにしといてよ。いや、オーラがやばいな、なんか金運上がりそうだもん、ここ。いや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 、あのね、はい、それみんなね、どうしてここまでなったのんちゅう、はい、竜、はい、を聞きに来るし、はい、弟子にしてくれと、はい、要は勉強を教えてほしいんだ。うん、人生を成功するための核が欲しいわけ。はあ、自分で作り出すことができる人間は作り出しゃええ、はい、ただし自分で作り出すことができなかったら人の真似をする、はい、そうか人に教えを被る、それしかないんだよ。
人、物、金、時間、空間、方法、情報、総合 7M っていうの、これの最大効率を求める。ああ、もう難しいですよ、ついてこれるの。そういうところを勉強しないと、闇雲に大学出た、ほれ社会に出た、その中でどれだけ泳げるかって言ったって泳げーしん。最初のスタートラインから差がつくように自分でやっぱり勉強したり、あ、まあそうですね、そのこういう勉強じゃなくていろんな人生勉強、ね、社会の勉強、はい、学校の勉強は暗記力、社会は応用力。おお、いや本当にそうだから名言いただきましたね。習ったことを基礎にしながら、ああでもないこうでもないっちゅうで、創意工夫だわ、創意工夫に熱意、こういうものをやっぱり大きくせないか、うん、ちっちゃなエネルギーでは何もならん。だからね、はい、仕込んだら家にこもってゲームしたり算数やったり勉強したりしとる人間よりも、はい、悪の方が経営能力あるんだよ。僕は決して悪でございません。叩き直したらな、なんでかエネルギーがある。ああ、まあそうですね、こちら足場班はそうですね、エネルギーだけが使い方、使い方間違っとるんです。いやいや、そのもうワーンとしてるんです、ね、立派だよんだけど、これ全部立てて、ね、全部崩すんだもん。俺若い女の子に見ないよの、仕事の嫌いだとか仕事のできん人間は絶対に選ぶなよ。いくら面が良くても、はい、賭け事だとか酒だとか女に走ってやな、はい、家庭が崩壊するんだったら最初からも選ばん方がええ。あ、そうですね、やっぱ家庭持ったら家庭が一番だ、はい、そのために男は経済的な側面から、はい、女房を楽にしてやる。経済的に苦しいのは苦しいぞ。苦しいですね。背筋から油汗が流れとったって人は金くれんでな。あ、まあそうですね、お借りることはできたって返さないかんでな、これ自力実行でやっぱり金は稼ぐ、働いて稼ぐ、それに創意工夫を入れたらもっと幅ができる。ちなみに犬見させてしまっていいですか。いいよいいよ、犬見て、本当にもらってていいですか。よかったら、はい、いやもらってたらただか。払われます。これが売れとる。あとの2匹はいい方だわ。タヌキ顔がいい。柴犬は神社の狛犬、はい、あれが理想的。見てみよう、タヌキのような顔するやろ。書いてあるやろ、これが本当の柴犬だっちゅうて。毎年子供生まれるんですか。いやもう俺も年だから、はい、ぼちぼち今のおるやつは全部責任持って最後まで飼うし、隣近所のばあさんからもわしが先行ったら頼むよって頼まれたの、3人ぐらい。今後は自分よりも若い犬飼ったら14、5年生きるから、はい、そこまで持たんわ。だからまあ女房とも話しとんだけども、はい、これでも繁殖はやめようかと。練り会見ができた、はい、ですね。デパートに増えますよ。あ、はい、すげえ慣れとる。ほんでね、ちょこっと掴むんだなしに、はい、ガバッと、ね、こう猫掴むように掴んだって、うん、こうやっと痛くなる。ひょっこりしとる。めちゃめちゃめちゃ可愛いよ。これ、タイの跡。え、ほんとや。これも化石置いてるんや。え、すげえ。この青石も徳島の山の石。ほう、これは拾ってきてないですね。これは買った。あの石が、はい、吉野川の川の石。はあ、これ作ってますか、ああいうのは。いや、作ってあるやつを、はい、パッと見てよかったら、はい、50か100手付金を置いて。100とかそんなかかるんですね。かかるかかる。はあ、うん、これは最終島、韓国の最終島で第一次世界大戦の時に岐阜に上がった。岐阜の大金持ちのとこへ行って、でそこがくたびれて今度瀬戸に来た。はあ、瀬戸も金持ちだったけども、はい、これもくたびれて、はい、横倒しになっとった。はあ、で近くの造園屋が、はい、ええのあるでどうちゅう、また俺もこういうのが好きなんだ。はあ、ほんで修理して、はい、ほんでじゃあ俺が買うっちゅうて買った。マジっすか。うん、だから韓国人とか最終島の人にとっては守り神なの、はい、国の守り神やし、家そこを持ってきたらそこの家の守り神なの。す
すごいな。家からなんかエネルギーで出るもん。まあそれはええけどよ、はい、ほらもう行かなあかんで、ね、ありがとうございます。その時はもうなんかたまたま来たんですけど、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、では視聴者の皆さん、はい、急遽ですね、練り替え道場芝木2匹黒と茶、茶ですね。名前何しような、ちょっと名前募集しようか。募集、名前募集、ね、な、はい、名前募集で、はい、うん、選ばれた人にはあの銅像が1体ずつプレゼント。通りに行ってくれたらそんなこと言っちゃダメです。無理やりだいぶらしいぞ。ちょっと名前、オスカメスカは、あ、ミアわかるか。オスカメスカはちょっとあの、まあ、ここに出てるな。はい、よろしくお願いします。お願いします。足場の買い取りと全国行きますと、3月19日のゴルフイベントのそのなんかアドレスとか登録とかなんとかチャラチャラってやつ、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。